ジャースさん補強の力で PS を勝ち抜く。大谷ってオスカー・ヘルナンデス山本由伸フラハテ。全員活躍してて草。エドマンとコペックも忘れるな。エドマンはマジで便利やわ。怪我でたまたま手に入った掘り出し物。テオヘルはほんまにすごい。絶対手放したらあかん。テオヘルとの契約うまくいかなさそうよな。グラスノーは悲しそうで悲しい。ヒケとかエドマンとかユーティリティって短期決戦だと特に便利やなって。かけた金額に見合った働きしてポストシーズンも勝ち抜けたら余裕で元が取れる。マジでようやりすぎとる。大谷おらんかったら地区優勝怪しかったよな。ダブルCすら怪しかったぞ。マジでベッツの怪我で終戦やったかもしれん。大谷いなかったら。逆に言えば生え抜きのみならクソ雑魚ってことやろ。生え抜きが大活躍してる球団なんてほぼないやろ。来年佐々木朗希狙うんかな。怪我から復帰したら先発陣揃ってるしとらん気がするけどな。佐々木までドジャースだとなんかちょっとなって感覚になるのはいだけか。なんとなくわかる日本人多すぎるのもね。